日米同盟を重視しているんだということは、将来政権を取っててからお伝えするのではなくてですね、あらかじめ知っていていただいた方がですね、政権交代時の関係がスムースにいくと思いますし、枝野代表はおととしの大統領選挙の民主党候補者選びで若者の支持を集めたサンダース上院議員と面会するほか、去年の森友加計問題で公文書問題が問われる中、国立公文書館の視察も予定されています。また今月30日に行われる沖縄県知事選挙を念頭に、沖縄のアメリカ軍基地をめぐって意見交換する予定です。